あ、ブルース・ボーエンか。ブルース・ボーエン。ボーエンとか、超久々に聞いたんだけど。こいつ、この2番わかんねえんだよ。なんだこのめちゃめちゃ黒いやつ。だこの黒いやつ。全然知らねえぞ。あ、これ間違えた。ピアースとレアル間違えてた今。なんで入ってきたら嫌ね。早かったな。この時代のジノビリがどんな感じなのか、まあ本当に。マジ公園レナードとボーエンってどっちがディフェンスいい？ボーエン。あ、ボーエンのがいいんだ。じゃあちょっと厄介だな。なんでピアース入ってくんかな、なんかよ。ストリップ親父がよ。ダンカン強。この時のダンカーあれが結構レーティングいかついやつだ、これもしかして。そう、あれ、ちょっと早いな。何やってるお前。いや、早いのよ、シュートのタイミングが。あ、OKOK、しょうがない。パーキンス、なんでパーキンス出てきたの？さっき出したんだっけ。また交代王となってんだよ、これ。ふざけんなよ。パーキンスのこの笑顔はマジで腹立つ。負けてんし。タイミングがバッチリだった。あれ、オッケー、まあ、いらねー。あ、望遠か。ダンカンのファウルとか押さないのかいな。
何この17番とかマジでわかんないんだけど。誰よこれ。やりづれえな、なんかこっちのスパーズ。あ、バカ。あ、ベスタミナ。ダメか。押し込めねえってことはこいつはセンターなのか。おお、すげえな。もったいな。出ていっぱいあるか。打ってきたか。これ入るのよ、ピアス結構。いやー、誰のファウル？あれやろか。ジノビリもな、ふさふさだもんな。誰よ、戻ってないやつ。17番、誰だし、あと。いらな。でしょ、フリースローかよ。パッカーにフリースローとかマジでもったいねえ。ほんと入んねえな。取れ取れよ。あぶねえ。モハメドスパンなかなかやりづれえな。マジ？入るのかよあれ。まだ出しときたいっつうのもあるけど、ちょっと我慢して。やべえ。チェック。
ああ、もったいね。さすがポージーだ、よく走ってきたぞ。もう誰だよそいつマジで。ロバート・オーリーだよ。ああああああ、いたなそんなやつ。え、マジ？よーし、ライディ。うまい。あー、くそ。ドリブルはめちゃめちゃうまかった今。クロスオーバーだったんだけどな、今。ああ、もったいない。やばい。きたー、ポージーの3。マジか。まだタイミングがつかめねえな。もう知らねえ選手だから俺からしたらタイミングもクソもねえよもう。あ、5番はオーリーか。うん、あれか、2番があのモハメドとかいうなんかインド人みたいなやつか。大体ちょっと掴んできた。あ、これはもうしょうがない。身長ミス持ちすぎる。いや、何もしてないよ僕、立ってただけだよ今俺。そうそう、ガンちゃん下げねえとやべえな、死ぬなこれ。あ、やばい。あ、珍しい。
やばい。合ってないメーターが。あぶねえ。お前。アイコンのポジションのやつが変わっちゃってんから慣れてねえな、ね、OK。 パーキンスいいよ、もう頑張れ。そこもよくやった、よくやった、よくやった。パーキンスハングレーで勘弁しといてやるから、かけんの。いや惜しい、今スティックにしとけばよかったな、間違えたな。四角ね。そいつ入んの？ディープすぎんだろ。マジ？マジかよ。最低マジで、もう金玉決めろよマジでよ。危ねえ、ヒゲこう、こいつモハメドだもんなって。めっちゃヒゲ濃いじゃん、こいつ。すげえ顔臭そうだもんな、あいつ。遅そう。めっちゃないで。3秒じゃね ?1、2。 マジかよ、半端ねえな。モハメドのヒゲよりは半端なくねえべ、これ。危ねえ、マスカン取られちゃった。珍しい。
やっぱね、立つはやりづれ。やりづれだろうな。俺マジで相性悪いよ。やりやすいんだって俺。なんでなんだろうな。まあまああるだろうね。立つには勝てる気しねえもん。やべ、まあやっぱ相性もあるだろうね、本当に。全外しかよ、フリースロー。最悪なんだけど。いや、それ絶対入るもんな。何年使ってると思ってんのよ、この選手。マイケリでも同じフォームだぞ、だって。ファールかよ。あー、危ねえな、フリースローが、ロンドは。まだ外したこと、危ねえ。あー、惜しい。パーキンス、お前さ。ああこれは落とさねえ、さすがに。ピアースのクリアめったに落とさねえから。これ本当に相性悪いよな、これマジで。やばくね。翔太がこれに勝てるのが意味が分かんないもん。どうやって勝ってんの翔太。多分ね、本当にね、ナミコの命削って電磁パルスやってんから、多分マジで。やってないわ。なんで勝てんの翔太。そうだよね、相澤も明らかに翔太の時と全然ちげえもんなのって。あれ、しかしあれやれんだった。外したかも。立つとやんと3ピリで試合決まるんだよね。そうね、大体そうだろうね、いつもね。なんの？あまあフリーだから、まああんま落としはしないよ、ね、やっぱり。なんでそんなフリーなんだろうと思ったら、ツースリーのゾーン引いてたんだけど。すごいね。俺このメンバー相手にツースリーのゾーンはもうやばいぞ、本当に。血迷いすぎだろ。なんでだ？押しちゃったのかな？まあでも多分ね、2-3 のゾーン引いてなくても多分あんま変わんないと思う、多分。いや、ノーマークできすぎだろ。すげえシューティングみたいだったもんな、今。そうね、でも2-3だからコーナーは開かないでしょ、そんなに。45度だから。いや、中切り込まれたら開いちゃうよ。スカスカ、もう。うん、スカスカ。ああ、だってすごい作り良かったもんな、なんか。だって3プリ終わりで31点差だもんなって。
まりに調子良すぎて交代するの忘れてたのに。絶対交代させないとやばいな、これは。パーキンスの瀕死だもんな。ガンちゃんも一回す、いや、ガンちゃんを出しとくか。あー、ないか。ああ、地の尻だと思ったらまたクローン出てきてんし俺も今ね、言われるまでわからなかった。地の尻だと思ってた。ピアスあれか、グリーンマシンのバッジがゴールドなのか。初めて見たんだよ、このゲームで3のバスか。ジノビリが行くぞ。ジノビリじゃない。名前ねえべ、食べてるって。やべ、望遠。あ、望遠かと思ったら違ったし。望遠じゃなかった、今。こいつもクローンだ。これ望遠か。え？背番号は？あ、望遠だべ。3番だべ。いやいや、PJ ブラウンそこ通してまずいべ。ジノビリ99番もバカ。これ以上やるとあいつは精神疾患になっちゃうぞ多分いや大丈夫だよ、俺クローン育て上げてんから今。クローンは育たない、これはこれは育たない。もうめっちゃクローン抑えられてんじゃん。はい、スタミナやべえ。防衛じゃなかったし。3番って防衛じゃないの？じゃなかった。防衛って何番だ？防衛何番だっけ？ヘッセ番号？ああ。スパースの時何番だっけ？スパースの時ってスパースしかねえか。12番ボーエンって12番だったっけ？だったかもしれない
あれ、早いな。オープンだったんだけどな。そこでもらっても何もできねえよ、ディブがやろ。コージーマジでいいわ、本当に超使いやすい。入るからですか。危ない、気悪質。アグレガントが初めて見たんだけど。さすがモハメドアリ。やっぱ外しちゃった。何やってんのよ。もう41点差だ。マジ？